鹿島を名乗る船は戦前からお召し館でしたが、現在の鹿島にも御座所があると聞きました。ご覧になりましたかよくご存知ですね。誰にも言っちゃいけないと言われていますけれども、一応ちらっと拝見いたしました。そうですね、鹿島はお召し館なんです。本当は隠れお召し館ですからね。玉座があります。天皇陛下専用のお風呂もあります。檜ノキ風呂ですよ。普段は絶対誰も使わないというね。 お掃除のために入るだけで絶対誰も座らないしお風呂も入らないですよ専用の部屋があって御座所があって玉座もありますからですから鹿島は一応練習館という名前になってますけども隠れお召し館でございます自衛隊ののの艦艇の中でで玉座があるのは鹿島だけです私はその玉座のある御座所の真下ぐらいかな 私も一応ね個室が与えられまして副長の隣の隣席でしたね皆さん共同でね大部屋ですからね位の高い人は個室を与えられるんですけども私ゲストということでね一部屋与えてくださいまして鹿島ひらがなですけど戦後ね自衛隊の艦艇はひらがなで名前をつけることになっておりますからね。 あれは漢字に戻してほしいなと私は思ってますけども、戦前ね鹿島という艦艇がありまして、これお召し艦だったわけです。そして戦後も自衛者がいたんですね。練習艦隊というのは明治時代からあったわけですけども、練習艦隊の期間に鹿島を当てたんですね。鹿島は相当幅がありまして、もう乗ると赤絨毯とか敷いてあるんですよ。あれ客船みたいな。戦う船の感じじゃない。灰色に塗ってはあるんですけども、乗ると うんんって感じでですすよよななか違うとレセプション戦だからいろんな歓迎行事とかに行きますからねもてなしてしそのの地域の日本人をを呼んででパーーティーとかをやるわけですよそういうですねレセプション戦というね、えー、そういう役割を担ってるのですごい広い空間があったりとか後半部分にものすごい広いところがあってそこでね屋台が出るんですけどもね屋形船みたいなそうそうそういうんかレセプション戦なんですよね。 ああったかなあとはなんかななとん霊法、ね、バーンってこう霊峰を打つだから本気で戦う装備はないんですけれども多少はあるんですけども、まあ、だからこそ本当に戦う船と一緒に艦隊を組んで世界一周とか半周とかして78ヶ月ぐらいかけて毎年行くんですよねなのでそういうレセプション船であり開かずの間があって陛下の御座所と玉座があるというですねとっても素敵な船なんです。 武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。